はい、皆さんこんにちは。バレエコードはない方が良い中高年のためのギター教室、秋田です。今日はですね、親指でミュートをするっていう話をお伝えしたいと思います。あのね、ローコードで弾くときにね、弦、上の弦、6弦と5弦弾かないローコードもあるので、その時は親指を使ってちょっとミュートしてあげると、ローコードがうまいこと弾けるっていうお話になります。はい、まず G の場合は上から引き下ろす、ただミュートする必要はないけど、親指はねこれぐらい出てます。で C の場合は6弦をミュートするので、なんとなく触れてる感じ。で D っていうコードの場合は5弦と6弦両方ね弾かないので、もうちょっとこう、もうちょっとねこういう感じで、まあ、あの弦自体そんなに弾いてないですけども、ミュートしてるんでちょっとぐらい触っても音が出てこないので、これ安心です。まあ、じゃあコードチェンジしながらだと、まず G、 C、 G、 で次 D いきますね。少しこう G、 C、 D、 なんとなくわかる、なんとなくでこう G の場合はこう、 C の場合はこうで、 D の場合はこう、こうなるってね、ここの微妙な G、C、D、 こんな感じ、こんな感じでやっていきます。もう一回いくと D、G、C、また D の時親指を力入れちゃうとここが鳴っちゃうんですよね。まあこれは F シャープ、 F シャープオン D とかになっちゃうので、もう慣れるしかないですね。これをね、まあこれ親指使わないと、まあ親指使わないでもね、あの弾く弦はうまいこと弾かない弦をちゃんとね、弾かないようにできるようになるべくしながら、まあ、少しずつミュートを入れてごまかしていく、ごまかしていくというかミュートを入れてしっかり音が出ないようにしていく。でちょっとミスタッチだってもちゃんとコードが鳴るっていうようにしていますね。そんな風に皆さんもしてみましょう。もう一回ね、 G、 C、 ここね、こうなってます。これぐらい押さえない、触ってるだけ。感じですからね、分かってもらえるかな。難しいと思うんだけども、
ね、あの皆さん少しずつ少しずつ練習してもらって、あとのこれ A マイナー、 A マイナーの時もこんな感じ、 D マイナーはこんな感じ、そういう感じで、まあこの辺、この辺でね、2フレットあたりでこう親指がこうさわっとしてる、さわっとっていう感じで、はい、なんとなく分かっていただきましたでしょうか。あの僕はこんな風にやっているっていうことで、まあ皆さん皆さんと他のやり方があるかもしれないんですけども、まあでもこう握る感じですかね。こんな感じで親指でミュートをするっていうのをちょっとね覚えていただいて、親指でミュートっていうのをやってみてください。はい、ということで今日は親指でミュートをするっていうお話でした。このチャンネルがいいなと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。中高年のためのギター教室、チャンネル登録で有効になりますので皆さんよろしくお願いします。それではまた皆さん、バイバイ。